えー、もぎなおこです。えー、昨日、えー、最高裁に行ってきました。えー、マリリンモンローフの確かに髪型にはなってるんですけど、顔の目の部分が全然違うね。目をちっちゃくしてる。あの、鈴木ってあの、豚野郎にそっくりになってるから、えー、KDDI が変造したんじゃないうん。一日経って、えー、じゃあ、その、スクリーンショットでもっと思ったけど、えー、顔違うから。<laughs> あの、ただ髪型は一緒だよ。うん。 えー、それから声も一緒みたい。そっちは変造が効かないみたいだから、うん。えー、どうやら、あの、今井洋子も石塚千明も成りすましね。えー、似た顔の女性でペテンと作業やっていたと、いうことです。えー、妹の場合は、あの、目の細い挑戦顔だから、KDDI というか、あいおいが、えー、まあ、出しやすい。私の場合は目がクリッとして二重で特徴的なんで、 えー、だから、えー、変造しづらい。実際ね。うん。えー、それから、えー、最高裁で、えー、これが最高裁だって言ったのか <laughs> あれも若干なんか違うような気がするんだけど、えー、目はね、二重です。天然のね。えー、アイプチと一切ないです、えー。目の小さいやつは全部童話ですから、KDDI のあいおのグループのペテンですから。 えー、そして、三井住友会場に IOI のグループがたくさん入り込んでる、えー、アバズレ連中ですね。これが敗因というよりも、私の足を引っ張ってる腐った連中。萩原。萩原光子。萩原安蔵。うん。この連中をまず排除しないと、えー、足稼ぎがいっぱいあると面倒くさいから。あと、原田氏は、えー、ニューヨークに高飛びしたみたいだけど、えー、バンクマンフリードが捕まってるところを、 まあネットニュースフェイクかもしれないけど、いるんで、えー、だけど、えー、一旦着放されたみたいね。またあいつが、えー、今この2024年に、えー、私が動画を上げてるやつね、天才バカも見てる人、あれの言い方はね、原田なんだよ。うん、バカだから、頭空っぽだから、えー、今井陽子のなりすまし、似た顔でいいんじゃねそれがこいつらなの。えー、それから、それが富田陽子ね。 えー、そして、えー、今井玲子。うん、これもなりすまし。えー、私の親族の今井玲子、綺麗だよ。今井陽子より綺麗だよ。あんたたち知らないでしょ。私はだって子供の頃から原型見てるんだから、うん。あの、綺麗だよ。今井陽子より綺麗だよ。う <laughs> んわかってないだろう。うなんかすげえ目の細い小さい目のちっちゃいド話顔の女が今井玲子として出てきてるよね。違うから。うん。 今井玲子よりも、ええー、今井陽子の方が劣るよ。目が魚目でね。ええー、まあ、どちらかといえば、私より下だよ。うん。今井陽子の方はね。ええー、そうね。インド系の顔って言えばわかりやすいかな。うん。あのー、アジア人っていう顔じゃなくて、インド人から拾ってきたのかしら、この子はっていうのうなんで、濃い顔ね。 日本人にとってはちょっと拒否,拒否反応が出ちゃうような顔だよ、うん。で、今井玲子の方は可愛いよ。今井陽子よりね。あのー、まあ、すっきりとした顔立ちなんだけど、目が二重で、えー、そうだな、うん、清楚な感じ。うん。えー、森田か千里に似てるよ。うん、どっちが綺麗可かわいいって好みだけどな。うん。だけど 森高風の顔立ちだね。目が魚目でもなく、えー、すっきりとして、えー、二重で、えー、可愛らしい感じ。うん、今井玲子のあん,あんたたちは、えー、リサーチも何もしてないんだよ。うん、今井玲子の方が綺麗だよ。洋子より。うんうん、私があの高校時代に見た玲子さんの方はね。うん、あ、可愛い綺麗になったなあなんて思いながら見てたよ。うん、うんん ね、今どんな顔になってるかわかんないよね高校時代だから <laughs> うんえー、45年前だよ45年前の森高千里って感じかな <laughs> だからあれから1個全然見てないから知らないけどね知らないけどあの今井陽子よりも綺麗だようんだからその娘、えー、明日香だっけは目がこうまん丸のョろ目の豚じゃないうん あの森弘美かなんか出してきてんだろ、あれ、うん、変装してな、自分たちが金欲しさに、森弘美は実刑と流刑を求めるから、こだわ郵便局のお前、コールセンターになってるお前、うん許さない、絶対。最高裁に証拠調べをかけ、神原は除席と、えー、それから、えー、告訴だよ。今まで書面を受け取っていて、過重贈収賄事件にも発展してんだよ。うん最高裁だって許さない、長官だろうがなんだろうがね。うん 私と国、要するに警察庁が一緒になるはずだよ、あのね、えー、被告選定するっていうの出そうと思ったんだけど、うん、あの書いたからね、1枚でいいかなと思ったんだけど、いや、これはね、えー、なぜそれが選定されるのかっていう理由書も書かなきゃだめかなと、一文ね、うん、だから今井陽子と礼子の話が絶対そこに織り込んで、だから被告選定なんだと、真相扱いなんだと、えー、今回は真相扱いで4100円入れました。 えそして被告一人頭千円ですかって確認してるのに、いや、えー、前のその、えー、内容についてを再審するんですよね。違うよ。再審っていうのは、民事訴訟法の338条1項5号は、1項5号は、一項五号は、項号は犯罪を犯した人間がいるから、だからもう一回再審しろっていう意味なんだよ。だからちょっとあのヘビーなのね。一段上になるんだけど、 果汁増収賄、蒲原と、それから、えー、書記官の、えー、っと、うん、高尾淳一と、今井陽子と、今井玲子の関係を訴えるのそして、被告選定として警察庁を入れ、被害者回復給付金をもらうよ。うん。あのなぜかというと、国土交通省は、本来は被害者が払われてないということで、払わなきゃいけないのに、それを拒否したからよ。 えー、山口,信之あ山口、えー、博之がね、うんえー、だからもう飛ばされたな、次は、えー、遠藤明を、えー、石塚千秋事案で、えー、寄せて、大谷翔平に金を与えた本件主犯格、セゾン自動車火災保険の、えー、遠藤明、うん。こいつを主犯格として告訴と追訴をかけるから。ね、行政裁判だからな。<laughs> それをね、えー、書き始めて、あこれは時間がなと思って、とりあえずは先に出しておこうということで出したんだよ。えー、そして、うんあのえー、これがね、敗訴になったとしてもね、えー、最新として、えー、民事訴訟法の338条1項5号の、蒲原、お前も告訴だ、うん、過重増収賄、うん何の見返り、お前、そうかだろう。<laughs> 東京会場だろう。うん。今井陽子だろう。うん。だから、えぇ、ー、証拠調べを書け。えー、それを認めさせなくても、えー、本来知ってるから、長官の、徳倉三さぶろ、お前も、知ってるはずだよ。うん。これは初期間の犯罪だから。大谷直人犯罪だから。それをね、えー、書くと結構蛇になるんだよね。えー、でも次の真相で、次の真相で書いてやる。うん。認めないそんなことはさせない。 国が傾いちゃうんだよ。国が。国土交通省の屋台骨が折れてしまう。こんなことやってたら。ちゃんとやれよ、お前。以上です。